田尻直美のジャンプは時々土曜に出るから気をつけろ。はい、どうも、はじめまして、田尻直美です。いやー、ちょっとね、とうとう始まっちゃいましたよ。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、本当にね、ずっと水面下でお話は進んでたんですけど、やっと日の目を浴びることができました。いやー、これちょっとね、あれですよ、全世界配信中でございます。とうとう直美も全世界デビューでございますよ。ありがとうございます。あー、ちょっとね、今すんごい緊張してます。はい、いやー、もうほんとちょっと喉カラカラでね、さっきからお茶ばっかり飲んでるんですけど、どんだけ飲んでも足らない、そんなカラカラの状態でやってるんですけれども、今日はちょっとね、第1回目ということなので、オリエンテーション的な感じでね、ちょっと私の自己紹介などをやっていこうかなと思ってます。これからね、皆さんと楽しい時間をいっぱい過ごしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。この番組はタレントモデルプロダクションノーメイクの提供でお送りいたします。はい、じゃあ今日はね、まずは1回目なので、私のことをたっぷり飽きるまで、知っていただこうと思って、はい、今日はオリエンテーションをしたいと思います。まずですね、名前なんですけれども、名前は田尻直美と申します。本名なんですけど、漢字で書くとですね、田んぼの田に、お尻の尻で田尻と書くんですけど、ちょっと皆さん、尻っていう漢字書いてみてください。そうそう、それ屍っていうんですけど、その下に9と書きます。ただ私の尻、皆さんの尻とは一味違います。そこの9がですね、実はうちの家族だけ丸なんですよ。丸、そう、一角多いんです。常用漢字じゃないみたいで、一角多いんですよね。だから100円均一にいてもハンコがないんです。だからいちいち特注で、そう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 、今目の前でスタッフさんが書いていただいたんですけど、はい、丸なんです。なのでネットとかでの姓名判断ができないんです、一角多いから。そう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 。で、なんかうちの親戚はみんな普通の皆さんご存知の尻に戻してるんですけど、うちのお父さんのポリシーでうちの家族5人だけ丸なんです。なんで今まで一緒のそのいろんなね、尻の漢字がつく、その川尻さんとかいろいろ池尻さんとか出会ったんですけど、旧の人しかに出会ったことないんですよ。はい、すごくレアな尻の持ち主、田尻直美でございます。はい、以後お見知りおきを。はいこれちょっと自慢なんですけどね。はい、で、あと出身春日市です。福岡県春日市が出身です。ずっと春日市にいました。はい、春日市っていうのがですね、弥生の里でして、ちょっと掘れば弥生土器が出るっていう、はい、そういう弥生文化にあふれた町で育った、私、田尻直美でございます。今ですね、主な仕事としてはケーブルテレビなんですけれども、ケーブルステーション福岡の F ボイスという情報番組にレギュラーでレポーターをやっております。はい、ありがとうございます。これがね、太っ腹なチャンネルで、エリア内であれば契約してでもなくても見れるという無料チャンネルでございます。はい、ただエリア内じゃないあなた、安心してください。今皆さんの街にはね、福岡市内いっぱいネットカフェあります。ネットカフェって見れるんですよ、ケーブルテレビ。はい、で、しかもですね、放送時間というか放送がなんと月火水木金土日、毎日やってます。はい、全国ではないんですけれども、福岡市内限定なんですけど、 J-COM 福岡というチャンネルで、月火水木金土日毎日やってます。月水日が22時から、火曜日木曜日がお昼12時からで、金曜日が23時からで、あと土曜日がちょっと遅い時間27時からやっております。なんで1回見逃してもまた見れるという、はい、
ズボラなあなたも毎日見れるという素敵な番組 F ボイスでございます。若者に向けた情報発信番組なんですけど、いろんなとこにロケに行ってますんで、ぜひエリア内のあなた、そしてエリア内じゃない福岡県にお住まいのあなた、ネットカフェレッツゴーでございます。はい。で、レポート内容はですね、ついこの前は、不思議博物館っていうね、福岡県の中川町にあるとこなんですけど、もう、名前の通り、不思議な博物館で、オタクの方がすごい好むような造形のものがいっぱい置いてあって、デスクリムゾンってわかります？クソゲーの帝王っていうことで、おなじみなんですけど、そのデスクリムゾンっていうゲームがすごいね、でかい2メートルぐらいかな、ゲームのコントローラー、セガサターンなんですけど2メートルぐらいあるんですよ、コントローラーが。で、それをこう、なんていうんですかね、今すごいやってるんですけどこうガンと持ってダーンってやる全く伝わらない。そんなあなたはぜひ F ボイスを見てください。はい。で、私、ブログをね、今、1年半ぐらい続いてるんですよ。日記さえ三日坊主のナオミが、1年半、ほぼ毎日更新してるブログがあるんです。これがね、ありがたいことに、大絶賛をいただいておりまして、本当にね、ありがたいことに、アクセス数が結構、いただいてます。はい。ありがとうございます。もう本当に嬉しいんですよ。毎日書きがいがあるんですよね。でも、で、見てる方から、すごくね、毎日楽しそうに過ごしてますねって言われるんですけど、そうでもないよ。そうでもない。でも、座右の銘がね、あれですよ。高杉晋作の、面白きことなきよう、面白くでしたっけ、なんか大して面白くない毎日を自分で面白くしていこうみたいな、そんな一心でやってるブログなんですけど、まあね、ブログもそうなんですけど、ツイッターも毎日やってます。これ本当に暇さえあれば携帯と iPhone 片手にね、更新しすぎって言われました一時期ね、うちの事務所ノーメイクのトップページに私のツイッターが表示されてた時があったんですけど、私の他にも登録されてる方いるんですけど、私がちょっとね、更新しすぎで私だけしか表示されなかったこともあるぐらい、もうほぼ毎日っていうか、もう何分に1回みたいな、はい、ガーッと更新してますんで、皆さんぜひツイッターとブログの方もよろしくお願いします。でね、ちょっと今日ね、いろいろ好きな食べ物とかいろんな細々としたこともちょっと言っちゃおうかなと思ったんですけど、もう早い話、ブログ見てもらえばもう一目瞭然なんでブログの方をぜひチェックしてみてください。早くもエンディングでございます。いやー、ちょっともうちょっとなんか喋りたかったななんかね、最初ちょっと無理とか言ってたんですけど、全然ごめん、余裕余裕で、まだ言いたいことだっていっぱいあったもん。でもね、ちょっと言いたいことを、いろいろまたブログの方にも書いてるんで、ぜひね、ちょっと見ていただきたいなと思います。結構ね、ブログの内容がですね、よくね、男性向きって言われるんですよ。そうそう、男性向きって言われるんです。で、よく見てる女の子から、内容の意味がわからないから教えてくれってよく言われるんですよで、なんでちょっとね、興味を持った男性の方、ぜひアニメとかゲームとかにも結構興味あるっていうか、もう大好きなんで、ほとんどそれのことしか書いてない日があるんで、ぜひ、同志の方ぜひ見てください。はい、毎日、ほぼ毎日更新してます。ブログのですね、 URL をお伝えしますので、皆さんメモの用意を。ブログですね、 http://amebro.jp、
ここからなんですけれども、スラッシュナオミルクハイフンターボハイフンロックでございます。綴りがですね、ナオミルクは、普通にナオミで、その後に LK、 ナオミとミルクを合体させた言葉で、ナオミルク、そしてハイフンターボは、あのターボエンジンのターボですね、 TURBO です。でロックは、あのあっちの方のロックミュージックのあっちでどっちだみたいな感じなんですけど、あっちの方のロックミュージックの ROCK の方のロックでございます。はい、それでちょっと検索してみてください。あとですね、ツイッターの方は、ツイッターもね、あのこんなことつぶやいて大丈夫なのっていうことまで書いてますんで、ぜひ興味のある方、危ない橋渡りたい方、ぜひ見てください。アカウントは、同じくナオミルクで、さっきとちょっと違うんですけど、アンダーバーです。ナオミルクアンダーバーターボで検索してみてください。こちらもほぼ毎日、更新というかつぶやいておりますので、ぜひ皆さんチェックお願いします。で、あの番組ね、あのこのポッドキャスト聞いたよっていう皆さん、全世界の皆さん、待っております。メッセージを待っております。ナオミはあなたの熱いメッセージをお待ちしております。もうね、アメブロの方のメッセージでも構いません。あとそういうなんかメッセージはちょっと気が引けるわっていうちょっと人見知りのあなた、ツイッター結構気軽にね、つぶやいていただけると思いますので、ツイッターの方にぜひ私に向けてつぶやいてください。聞いたような一言で全然構いませんので、ぜひ皆さん一言よろしくお願いします。ということで、第1回目のジャンプは時々土曜に出るから気をつけろ、これでお開きにしたいと思います。また次回もね、次回あのなんとコーナーを用意しておりますので、皆さんぜひお楽しみに。ということで、ジャンプは時々土曜に出るから気をつけろ、終了。